宮内豊は、日本の財務官僚。山形県総務部長や、財務省関税局長、内閣官房、TPP 政府対策本部国内、調整総括官等を歴任した、東京都練馬区出身。1977年麻布高等学校卒業。1981年東京大学法学部、卒業、大倉賞入賞。1987年、 大阪国税局の田税務所長。1997年大倉省大臣、官房企画官、1999年山形県総務部長。2002年財務省主計局主計官、2005年財務省主税局長坂長。2006年財務省主税局税制第一課長。2007年財務省主税局総務課長。2009年財務省大臣官房付県内閣。 ふもとふ行政刷新会議事務局次長。2010年財務省大臣官房審議官。2012年関東新一国税局長。2013年財務省関税局長兼、税関研修所長。2015年内閣官房内閣審議官兼、TPP 政府対策本部員。2016年内閣官房、TPP 政府対策本部国内調整総括官。 2017年大韓財務省顧問、三井住友信託銀行顧問、PWC 税理士法人顧問、橋本創業顧問、総実顧問、2019年ライフネット生命保険監査役、2020年カノークス取締役、ありがとうございます。